こんにちは、ヒロです。 A チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。はい、今日ちょっとね、外の天気が悪いので、雨戸とかがねガタガタ来ちゃって、うるさいかもしれないんですけども、はい、ちょっとご了承いただきたいなと思うんですけども、今日はね、久しぶりに、おすすめのお店の紹介でございます。で、今日ねご紹介したいお店っていうのが、徳島の14号線沿いにあります焼肉屋さん、栄作さんでございます。はい、安くてねうまいが当たり前っていうね、まあ嬉しくなるようなね、まあキャッチコピーをね掲げてるお店なんですけども、まあキャッチコピーにねたがわず、すごくね安くて美味しいお店、まあ安いっていうのはもうちょっと置いとくとしても、すごくね美味しいお店なんですよね。で、もともとね私このお店知ってて行ったっていうわけじゃなくてね、たまたまね、私この近くに、まあ、お気に入りのね焼肉屋さんっていうのがありまして、炙り屋ビズさんっていうね焼肉屋さんなんですけども、まあそちらの方もねまたいつか動画でご紹介したいなと思うんですけども、友達とね、まあ、何気なくそこにねご飯食べに行こうかと、まあ予約も何もしてないんですけども、ちょっとまあ焼肉でも食べに行こうかっていうお話で、でそちらのねお店に行かせていただいたんですけども、席がね埋まっちゃってて、で入れなかったんですよね。もうでもね焼肉の口になっちゃってたんで、じゃあもうどこでもいいから焼肉屋入ろうよっていうね話で、まあ、入らせていただいたのが、まあ、栄作さんだったんですけども、割とね雰囲気的にというか、まあ、店の作りなんかもねカジュアルな感じだったんで、まあ、どんなもん感じかなと思ったんですけども、これがね美味しい。もうびっくりしちゃった。でね、ここのね名物っていうのがね、タン、厚切りタンなんですよね。1センチぐらいね、あるね、厚切りのタンを、レモンでいただくんですけども、まあ、これがね、すごくジューシーで、美味しい。焼肉屋行って、大体ね、1品目って、私、まあ、塩タンであったりとか、まあ、タンをね、頼むんですけども、ほんとね、今まで食べた中でね、一番ね、インパクトのある、タンでしたね。あとね、タン元とかタン筋とか、あんまりね、その辺のね、焼肉屋さんだとお目にかかんないようなね、部位なんかもね、ありましたんで、まあそちらの方もね、ぜひね、味わっていただきたいなと思うんですけども、まあでもこの栄作さんに来たら、この厚切りタン、まずこれをね、頼んでいただきたい。大体もうお客さんのね、9割以上が、まあそれを頼むっていうようなね、名物メニューなんで、まずこれはね、入れていただきたいなと思います。で、あとね、私のもう一つ、まあお気に入りっていうのが、この栄作さん、ホルモンにもね、結構ね、力をね、入れてらっしゃるらしくて、ホルモンがねこれがまた美味しいし、あんまりね他のところでね見ないようなね部位なんかもあるんでね、ぜひねこちらの方もね味わっていただきたいなと思うんですけども、まあ、私の場合も本当ねお気に入りっていうのが厚切りタンと、牛ホルモンのね盛り合わせっていうのをね頼んです、まあ、それをね焼きながらハイボールをねいっぱいやるっていうのがね、もうこれが至福の瞬間でございます。もうすごく嬉しそうな顔してますけど、はい。で、まあ食べ終わった後とかね、ホルモンのまあ盛り合わせの中に入ってないホルモンなんかもありますんで、まあその辺をね、何品かこう頼みながら、また一杯こうね、やっていくっていうのがね、すごく私おすすめの、はい、楽しみ方でございます。ちょっとね、話外れちゃうんですけども、豚のね、ホルモンなんかもあるんですよ。これまだ私ね、食べたことが、あんまり豚のね、ホルモンってね、食べる、こう、習慣っていうのがね、なかったんで、全然食べてないんですけども、またね、今度行ったらね、ちょっとまあ挑戦してみたいなとは思うんですけども、お好きな方はね、そういったものもね、頼めますので、はい、この辺おすすめでございます。で、まずお店、味に驚きます。美味しくて。でね、多分ね、皆さん、お会計の時にね、もう一回驚くと思います。はい。私はね、びっくりしました。はい。もしね、あなたがね、徳島に行って、美味しいね、焼肉屋さんや、あとちょっとインパクトのね、ある焼肉屋さんで、リーズナブルのね、お店なんかをね、探してらっしゃる方は、この14号線沿いにあります、焼肉栄作さん、はい。おすすめでございます。それでは、本日の動画の情報が面白かったなとか、役に立ったなと思った方は、高評価を。そしてよろしければチャンネル登録と、あとメルマガやツイッター、インスタグラムなんかもやっておりますので、そちらの方もね、フォローしていただければなと思います。あとこの動画の感想や私に質問やリクエストなんかがありましたら、下のコメント欄に書き込んでいただくか、詳細に H チャンネルの感想方面のリンクっていうのをね、ご用意しておりますので、そちらの方からメッセージをいただければ、タイムラグは出るかもしれませんけども、見せていただいてお返事させていただこうかなと思いますので、よろしくお願いします。それでは本日も動画のご視聴誠にありがとうございました。